さて、エアルカ。私はあの月が憎い。月は夜と一緒にあなたを連れてきてくれるけど、朝と一緒にあなたをさらってしまうから、このままあの月が消えなければいいのに。そうすればこうしてずっとここで一緒にいられるのに。また夜と一緒に月はやってくるよ。そして きっと今度は朝と一緒に君をここからさらうだろう。次の満月の晩、一本桜の前で待っていてくれ。約束でございますよ。 約束だ。 国を傾ける美姫、 傾城の異名を持つ伝説の花魁、スズランダユ。吉原の救世主に会いたいと彼女に呼び出された銀時は張り切る。しかしスズランはすでに年老いた老婆であった。互いの髪の毛を指に結び愛を誓い合う心中立て。 置いたスズランの指には誰かの髪の毛が結ばれていた。遠い昔、一緒に吉原を抜け出そうと約束したのだという。その男を待ってか、スズランは吉原を出ることなく生を終えようとしていた。みんなそれが一夜だけの仮初めの夢と分かっていながら、互いに夢芝居に共通る。 本気になった方が負けを見る。それでもその一夜の夢から覚めたくないのかもしれない。この月の光の中で、この夢の中で眠りたいのさ。スズランの約束の相手を探す、よろずやとつくよう。判明したその相手とは、先代将軍の定貞だった。 現将軍の妹、そよ姫が神楽と友人であったため、城内への侵入には成功。だが城内は、要人の暗殺が相次ぎ、見回り組が厳重な警備を敷いていた。姫様の身辺警護はノブタスだから、変なことしたら殺されちゃう？警備を引き剥がすため、 城内で缶蹴りを始める銀時たち。そして定貞に会った銀時は、彼がスズランを性的の暗殺に利用していたと知る。彼は彼女を利用したんです。文字通り形勢を国崩しの道具として。そんな男が 秘密を知る道具を外に連れ出すとでも。あったとしてもそれは詭弁。道具の心をつなぎ止めておくためのただの呪いです。今の要人の暗殺も幕府内の派閥争いで定貞の仕業だと見る伊三郎。見回り組は警備を名目に 定貞のことを見張っていたのだ。しかしその存在を邪魔に思った定貞により、伊三郎は刺されてしまう。そして銀時たちは幕臣暗殺と
伊三郎の殺害犯にされ捕らえられる。賊の侵入を許した責任を問われ、見回り組は殿中守護の任を解任された。おかげで俺たちは奴らの後任に預かれたってわけさ。だがどうにもくせえ、何かを揉み潰そうとしてるようにしか思えねえ。見張りの新選組の目を盗み、牢獄を訪ねてきたそよ姫。彼女は小さい頃、ジーヤのロッテン埋蔵から聞かされた寝物語を話す。昔々あるところに殿様とその家来がいました。この殿様の奥方は国一番の美しい姫で、とっても殿様を大切にしていました。でも殿様は姫のそんな気持ちを利用し、彼女を牢獄に入れ、ひどいことばかりをやらせていたのです。だから姫様は毎日牢獄で泣いていました。そんな姫様が哀れで、家来はいつも姫様の涙を拭いてあげていたのです。そう、いつからか彼は姫様に恋心を抱いていたのです。しかし、スズランを始末しろ。逆らえば命はない。でも愛する人を殺めることなどできない。代わりに二人は約束したのです。一緒にここから逃げ出そう。次の満月の晩、あなたをさらいに来る。そうして二人は指切り幻満を交わしました。でも彼が来ることはありませんでした。殿様は全てを知っていたからです。スズランは一体いつまでお前を待っているのだろうな。約束などとうの昔に捨てた男。会えば姫様を殺す。二人の約束は死よりも重い鎖に変わりました。だから彼は決めたのです。たとえ何度月が通り過ぎようとも、たとえシワだらけの醜い老人になろうとも、たとえ姫様が彼を忘れていようとも、彼女と会える日まで生き続けようと。そうして彼は今も三本の足で這いつくばりながら生きているのです。スズランが約束した相手が本当は誰だったのかを知った銀時たち。新選組の手引きで牢を抜け出した彼らは、サダサダの元へと向かうのだった。さて、やるか。銀時たちの脱走はすぐに露見し、幕府軍が城内を埋め尽くす。まさかババア一人のために国取り合戦仕掛けることになるとはね。本当に良いのか、吉原のために主らがここまで。もう押せよ。約束しちまったからな。そうか、ならば約束じゃ。きっと一緒に生きて戻ると。約束だ。きっとジジイと一緒にスズランの元へ帰る。信目も見回り組の生き残りとして銀時たちに同行する。そんな彼らに幕府の軍勢が押し寄せてきた。国賊めが全員残らず討ち取れ。女子供も容赦するな。女子供言ってくれる。ある、あの主にしてこの臣あり、つくづく女をなめ腐った国。ならば止めてみろ、主らがあざけた女を。守ってみろ。
女の涙で固めた巨色の城を。その名忘れたのならばもう一度知らしめてやろう。形勢国崩しに参る。やったな。そんじゃ戦闘開始だ。いいか、一歩たりとも仲間から離れんじゃねえぞ。背中は任せて何も考えず、てめえの眼前の敵だけ切り伏せろ。てめえが倒れない限り誰も倒れやしねえ。一本の刀になれ。壁をぶち抜け、将軍のあのふざけたおもちゃ箱ぶっ潰すぞ。国取り合戦開始だ。はい、合わせるとも。てめえらの力見せてやれ。お前も戦え。兄さん、ふざけてないで行きますよ。天才ジャザミオリジナルより打つ。それでもてめえら将軍の旗を背負った侍か。飛ばない。前も、右も、左も、後ろも、つけ入る隙が。たった5人の毒が、まるで巨大な弾丸だ。さて、どんどん進むぜ。どけ。飛んで火にいる流れ玉、撃ち落としてくれるわ。死ぬ！撃て！撃って撃って撃ちまくれ！横だ！血の装填！消し炭にしろ！無駄なこと。私たちにかかれば大砲なんてなんてことないやろ。よしてめえら、手分けしてあの大砲ぶっ壊すぞ。まだやるの。しつけんだよてめえら。新八、私にいい考えがあるよ。わかった、向こうに行けばいいんだね。しめえだ。なんだおい、騒がしいな。何すんだてめえ。よっこいせ。ほら、早くしろ、メガネ。ちょっ、何すんだ。はぁー、行く、ガソリン。またスタワに。待て、仲間だ。ひどいよ、カグラちゃん。なんで僕だけこんな感じ。今のうちに一気に叩くぞ。大
財宝はまだ残っておる。気をつけなし。何すんだてめえ。
食いせ。ザゲ、面倒くせえな。何すんだてめえ。大戦。よっこいせ。おりゃ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 。開いた。じゃあ向かうぞ。出てくな。てめえだけ出て行きな。あっちは。おいおい。しつこいね。兄さん、まだまだいるみたいですよ。こいつでプロだ。やった。どれや。そんなもんよ。めんどくせえな。ようやく着いたな、将軍様んち。あれ、インターホンがないやろ。しょうがねえな。てめえら、敵から大砲を奪っちまうぞ。わっちらも別れて占拠するぞ。片付いたみてえだな。んじゃ、一丁かましますか。将軍様、あそぼー。
将軍様、お待たせしました。デリバリーナンバーワン太夫、京成スズラン参上つかまつりました。今さらチェンジはなしだぜ。汚ねえケツはよく洗ったが、今夜は眠らせねえよ。あの男を解放しろ。奴をどこへやった、どこへやったと聞いておるんじゃ。天変にあいて天上を恨む者があろうか、いかなる矜持に見舞われようと、それは天がなしこと、天が定めし宿命、ただ黙して受け入れよ天の声よ、我らが刃を。我らこそは天が使いやたがらす天璋院ならく。おぼろ、天璋院首領にして奈落最強の教主、まさかあの男まで出張っていたなんて。裁くは天、すなわち将軍、裁かれるは血を這う者たち、それが世の断りだ。そなたらにできるのはただ黙って天を仰ぎ見ることだけだ。だが嘆くことはない。天がもたらすは災いだけではない、恵みをもたらすのもまた天だ。探していたのだろう、その男を。ジーアさん、ケリーつけようじゃねえか。なあ戦場のパシリ殿、天に抗いし鬼が一匹、変わらんな、お前のその目は。白夜叉、てめえは。これで終わりだ。てめえ生きてやがったのか。くそ、どうしたのじゃ銀時。何すんだてめえ、やばいな。これは助けられない話にならない。こいつが届く範囲は出てくな。俺の首だけ出ていきな。私は俺は避けられない。しつけんだよてめえら。ああよっと、全力でてめえをぶった切る。覚悟はいいな。俺は自分の体が滅ぶまで背筋伸ばして生きてくだけよ。覚えておられますか、吉田松陽を。天にあだなした大罪人、この者はその弟子です。待て、そんな者いたかね。待て銀時。こいつでどうだ銀時。また同じ過ちを繰り返すか、白夜叉。そこで己の血が腐るまで見ているがいい。お前の守ろうとしたものが
あの時のように全て壊れてゆく様を。逍遥もまた見ていよう。己の命を賭して守った弟子が何も守ることもできずに無様に壊れていく様を。待ちやがれ、待ちやがれ、てめえら、てめえらだけは。こんばんは。おまわりさんです。よっしゃ、さてやるか。絶体絶命の危機に現れた新選組と見回り組。彼らのみならず警察組織のすべてが幕府軍との戦いに加わる。それを命じたのは現将軍の重重であった。銀時は伊三郎の結成により復活し、定定とおぼろを追う。追い詰められた定定におぼろは天道宗のもとへ逃げ延びることを提案。だが定定はそれを拒絶し、吉原へ船を向けようとする。スズランを殺し裏切り者たちに目にもの見せてやると。吉原？それは残念。当選の行き先は極楽ではなく地獄行きだ、この野郎。死に損ない目が。よもやそんな体で再び我が前に舞い戻ろうとは。まだ争うか、まだ吠えるか。その目を閉じればもう失わずに済むものを。それでもお前はここに立つか、白夜叉。もはや何もかも遅い。どれだけあがこうとお前たちのもとへは何も戻らぬ。国も仲間も商用も失いし者を求め戦場をさまよう勇気めが。お前のあるべきところはここではない。己が復讐の豪華に焼かれ地獄へ帰るがいい。鬼めが。そんじゃ戦闘開始だ。
騒ぐ。めんどくせえな。てめえ、覚悟しろよ。抗え、白夜叉。行け、天の使いよ。おりゃ、死ねば、ラッキー。おりゃ、死ねば。しつけんだよ、てめえら。あら、よっと。ラッキー。めんどくせえな。おりゃ、こいつでどうだ。おりゃ、どんなもんよ。こいつでどうだ。よっ、あっ、ラッキー。はっ、めんどくせえな。なんだもんや。あらよっと。やはり私が出向かなくては無理か。来い、もう一度相手をしてやる。来いよ。これで終わりだ。さて、覚悟しな。こいつでどうだ。甘いな。しつけんだよ、てめえら。こやつ、さっきと動きが違う。地獄へ帰れ。寝ぼけたこと抜かしてんじゃねえぞ。俺はよろずや銀ちゃんだ。覚悟はいいな。こいつでどうだ。ここが俺とお前のデート場所だろうがよ。しょうがない。貴様、俺はよろずや銀ちゃんだ。覚悟はいいな。こいつでどうだ。おりゃ、おりゃ、何すんだてめえ。よけてみろ。これで終わりだ。地獄へ帰るかい。
あまりな。こういうのはどうだ。何すんだてめえ。避けてみろ。あまりならんな。あまりな。タギックキャソリン。待たせたまに。これで終わりにするぜ。こんなんじゃ俺には勝てねえぜ。もうしまいにしようぜ。ようやく終わったぜ、タケヤ。ちょいと苦戦しちまったか。おっしゃちゃいねえ、失っちゃいねえ。俺の体はまだ動く。俺の手はまだ届く。銀時、後のことは頼みましたよ。何、心配はないよ。私はきっとすぐに戻りますから。だからそれまで仲間を、みんなを守ってあげてくださいね。約束ですよ。ああ、約束だぜ。先生！地獄へ帰るがいい、白夜叉！悪いな、先約を思い出した。予約はもう取っておいたから、先に地獄で待っといてくれ。先生によろしくな。貴様！約束なんざ気安くするもんじゃねえな。サダサダを救うため訪れた天道宗だが、将軍重重は彼らの介入を拒絶する。その者らは主君に剣を向けてなどいない。たとえ国賊と蔑まれようと、国中を敵に回そうと、彼らが守り通そうとしたものを私は知っている。彼らを縛るは為政者が作り上げた都合のいい法ではない。彼らが使えるは将軍という空虚な器ではない。斧が信念という法、斧が魂という主君がため彼らは戦ったのです。いくら汚名を着せられようとも、その心は何者にも汚せるものではない。私がそれを罪と定め、彼らを裁くとあらば。暗愚な私に剣を向けた我が軍は全て罪人にござる。これを全て裁いていては、この国は滅ぶことになりましょう。戸川将軍家にあるという重重は責任を取って将軍職を辞する。お引き取りを。ここは侍の国にござる。かくして前将軍定定は罪人として投獄されることとなった。天道宗の支配を脱した新政権を目論む一橋派は政敵の消失を喜ぶ。だが天道宗のもとへ生還したおぼろは、一橋派は真なる敵ではないという。真の敵は逍遥の弟子たちであると。たとえ将軍だろうと天であろうと、
誰にもお前は裁かせねえ。お前を裁くのはこの俺だ。先生によろしくな。牢獄の定定は逍遥の弟子の一人である高杉に暗殺される。その様を見つめる奈落のおぼろ、そして昔は奈落の一員だった信目。信目は伊三郎と共に高杉と組み、天道宗に刃を向けようとしていた。近い将来に刀を交えることを予感しつつ、2羽のカラスは闇夜に消える。そんじゃ、戦闘開始だ。ったく、めんどくせえな。こいつらはみんな俺の大事な。てめえ、覚悟しろよ。抗え、白夜叉。行け、天の使いよ。こいつでどうだ。よっ、キャッ、ブロリア。どんなもんよ。あらよっと。指名だ。あ、ラッキー。からくりの魂は徹夜の表でな。ぜぇっ！はっ！ブロリア！はっ！はっ！ブロリア！しつけんだよ、てめえら！よっ！てぇっ！よっ！ブロリア！よっ！はっ！しゃべれだ！その言葉。
様のために1ヶ月はいいと取っていいんだな。使命だ。なんだもんよ。ならよっと。こいつでどうだ。やはり私が出向かなくては無理か。来い。もう一度相手をしてやる。これで終わりだ。さて、覚悟しな。何すんだてめえ。これは避けられない。こやつ、さっきと動きが違う。俺はよろずや銀ちゃんだ。出てくなら、てめえだけで。ここが俺とお前のデート場所だろうがよ。めんどくせえな。貴様。私は別格見てカラクリの魂は鉄よりも俺は避けられない。何すんだてめえ。何すんだてめえ。すまんこれでどうだ。避けてみろ。よっこいせ。避けてみろ。よっこいせ。よっしゃ。これでどうだ。さて決めるか。全力でてめえをぶった切る。覚悟はいいな。約束だぜ先生。こいつでどうだ。させやがって。もうしまいにしようぜ。ちょいと苦戦しちまったか。サダサダの暗殺は一橋派の天道宗に対する宣戦布告と噂された。一方天道宗は一橋派の政権奪取を阻止するため将軍重重の辞職を取り消す。国取り合戦とサダサダの暗殺、それに一橋派と天道宗の権力争い、そんな状況のため城中は厳戒態勢で一切の出入りが禁じられていた。両腕を失いつつ一命は取り留めた埋蔵もスズランのもとへ行くことができない。そしてスズランの寿命が尽きようとする夜、
こんな夜更けにどちらへ。その体で吉原へ夜遊びですか。死にますよ。命令違反は百も承知。どうぞ切るなら切ってくだされ。すでにその刃を受ける甲斐もなし。足だろうと首だろうと持って行きなされ。だがあの日交わした約束、皆がもう一度繋いでくれたこの魂に繋がれた糸だけは、いかなる刃を持ってしても断つことはできません。もう一度だけ言います。部屋にお戻りください。な、あなたたちは一体どこから。関係にする人をこの指止まれ。な、何をやっているんですか。あなたたち、将軍様まで。さっさと缶拾ってきて。多分吉原くらいまで行ってると思うけど。私はあの月が憎い。月は夜と一緒にあなたを連れてきてくれるけれど、朝と一緒にあなたをさらってしまうから。このままあの月が消えなければいいのに。そうすればこうしてずっと一緒にここにいられるのに。また夜と一緒に月はやってくるよ。そしてきっと今度は朝と一緒に君をここからさらうだろう。次の満月の晩、一本桜の前で待っていてくれ。約束でございますよ。あ、約束だ。きっと。会えましたね。最後の月があなたをようやく連れてきてくれた。でもごめんなさいね。あなたを待つうち桜も私もすっかり枯れてしまいました。何をおっしゃいますか。枯れてなどおりません。昔と何一つ変わらない美しい夜桜だ。埋蔵様、これは夢。また月とともに消えてしまう人夜の夢。いいえ、今宵の月は決して沈みませぬ。この夢はもう覚めませぬ。これからはずっとずっと一緒にござる。約束にござる。約束にござる。
よし、よっしゃ。何も変わらねえな、この街は。行くか。さて、やるか。そんじゃ、戦闘開始だ。ったく、めんどくせえな。突入だ。行くぞ、てめえら。あ、すまん。んなこと言う暇あったらさっさと生誕から行ってこい。なんだおいよ、必死んだよ、てめえら。終わった終わった。おれ、てめえだ。おれ、なんだもんよ。おれ、めんどくせえな。なんとか退けましたね。このまま一気に突っ走る。ここでしばらく食い止める。よし、どけくれ。こいつの届く範囲は俺の国だ。なんだもんよ。しつけんだよ、てめえら。おりゃおりゃ、こいつでどうだ。誰かと思えばオタクら、あのガキを連れ回してた連中じゃないか。生きていたとはいやはや恐れ入ったね。山頂が効いたら喜びそうな。全力でてめえをぶった切る。覚悟はいいな。
地球さんにも少しは骨のあるやつがいたからね。誰が地球さんあるか。こんな田舎者たちと一緒にすんなよ。こちとら根っからのシティハネ。行ってください、銀さん。カグラちゃんは僕が守ります。おめえら待ち合わせ場所は分かってんだろうな。おい、次会う時は日の下で。さて、生徒はどこだ。まずはそこら辺の奴らから聞いてもらうか。タグ、めんどくせえな。タグ、手前負けさせやがって。おい、セータはどこにいる。あのガキかい。知らないよ。なんだもんよ。仕方あるまい。しつけんだよ、てめえら。見てねえか。知らないよ、そんなガキ。王翦様のところにいるんじゃないのかい。王翦、もう少し調べてみろ。全力でてめえをぶった切る。覚悟はいいな。つー、こいつどうだ。おりゃおりゃ、ったく、めんどくせえな。おりゃおりゃ、どんなもんよ。Yeah!
これで終わりにするぜ。タグ、めんどくせえな。全力でてめえをぶった切る。覚悟はいいな。つー、こいつでどうだ。終わった終わった。おい、宝泉の居場所はどこだ。宝泉様は次だ。こんなんじゃ俺には勝てねえぜ。宝泉がどこにいるか知ってるか。宝泉様は大広間にいるはずだ。そうか、大広間、そこに生徒も。扉が閉まってやがら。仕方ねえ、順番に潰していくか。なんか出てきやがった。死ぬやだ。そばっ、おりゃおりゃ、はっ、そばっ、おりゃ、はっ。こいつが届く範囲は俺の首だ。なんなもんよ。ったく、めんどくせえな。大当たりだ。しつけんだよてめえら。全力でてめえをぶった切る。覚悟はいいな。
つーこいつでどうだおりゃこんなんじゃ俺には勝てねえぜすまん完了とそりゃおりゃああやったはっおりゃキャッバッキャロおりゃおりゃったくめんどくせえなおりゃなんだおりゃおりゃったく手間かけさせやがってよし終わりだなよし残り半分待ってろよ、セータ。おいおい、聞いてねえぜ。こいって、ひょっとして全部バレちゃってます？なんざこの世にはねえ。この町にも朝日が昇る時が来たんだ。夜の王は日の出とともにこれで終わりにするぜ。俺に仕上がれ。何すんだてめえ。よっこいせ。何すんだてめえ。おりゃおりゃおりゃよっこいせ。
全力でてめえをぶった切る。覚悟はいいな。つー、こいつでどうだ。いつもいつも叩きばかり伸びやがって。おりゃおりゃ、はっ、こいつでどうだ。キャッチャー、おりゃ。さて、やるか。よし。さて、やるか。よし。さて、やるか。ようやく目を覚ましやがった獣が。カグラだ。待っていたぞ、お前が来るの。ちょうど腕一本じゃハンデが足りねえと思っていたところだ。殺してみな、俺を、獣を。ガグラちゃん、一体どうしたんだ。ガグラちゃん、無駄だ。こいつにもはや理性はない。本能のままに戦うただの獣よ。
そーら、もう一度相手になってやる。かい、獣が。来な、相手してやる。こんなのは。そうだ。何私は別格みたいな。どうしたどうした、攻撃が単調だぜ。理性どころか知性も。もう吹っ飛んだか。所詮獣は獣でも子ウサギか。出てきな、これだけ出てきな。私は当たりだ。まいったね、こりゃ。まいったね、こりゃ。俺が解いた鎖につながれていたのは獣なんかじゃなかったらしい。化け物だぜ、こら。殺すがいい。本能の命ずるままに。俺たちの居場所は戦場しかねえんだ。戦場で生き残るにはそれしかねえんだ。それが死ぬまで戦い続ける獣の宿命、ヤトの宿命よ。さて、やるか。よし、やったの。始めるぞ。戦闘開始だ。わっちに全て任せなんし。このわしに挑もうか。
小娘どもがいきなりをつけるでよ。わしにかなうとでも思っているのか。この野王宝泉に主に勝てるなどとうぬぼれるほどワッチはアホーではありんせん。だがこれだけの人数がいれば良い時間稼ぎにはなるだろう。喜べ、ワッチらが全力でもてなしてやる。ふざけるのも大概にしろ。死神だ言うとワッチのことじゃ。どうなるか分かっているのか。死ぬやもしれんな。だがこのままほうけていても太陽は戻ってこんのでな。それにワッチは信じている。さあワッチの苦内の餌食となるがいい。太陽が万人つくよ、参る。覚悟しないし、相手になってもらおうか。ヤオウホーセン、ひょっとして全部ダメちゃってます。テラオリア、なかなかやるね。ここからじゃ、それここからじゃ、それそれ、はあ、おりゃ、そっと触れねばトゲが刺さる。なかなかやるね。はあ、ね、なかなかやるね。なかなかやるね。それ上物じゃな、上物じゃな。ここからじゃ、それなかなかやるの。こんなもの、出てくなら出てだけ出ていきな。私は、私はなかなかやるの。ここからじゃ、それさて、やるか。よし、やったの。始めるぞ、戦闘開始だ。ワッチに全て任せなんし。このわしに挑もうな。小娘どもがいきなりをつけ、このわしにかなうとでも思っているのか。この野王宝泉に主に勝てるなどとうぬぼれるほどワッチはアホーではありんせん。だがこれだけの人数がいれば良い時間稼ぎにはなるだろう。喜べ、ワッチらが全力でもてなしてやる。ふざけるのも大概にしろ。貴様らどうなるか分かっているのか。死ぬやもしれんな。だがこのままほうけていても太陽は戻ってこんのでな。それにワッチは信じている。
さあ相手になってもらおうか。ヤオウ放線。こんなもの、ワッチの区内の餌食となるがいい。太陽が万人、月よ参る。覚悟しなんし、それおりゃ。何、私はせっかく見てな顔してんだ。にゃんごわざ、ワッチの区内の餌食となるがいい。ここからじゃ、それなかなかやるのう。はっ、嫌なこと。ここからじゃ、それさて、やるか。よし。さて、やるか。貴様ら。よし。何の真似だ。さて、やるか。そんじゃ、戦闘開始だ。めんどくせえな。このわしに挑もうか。仕方ない。無駄だ。うぬらにこのわしは倒せん。もう諦めろ。いや、諦めきれねえのさ。この目でもう一度太陽の輝きを拝むまでは。放線、覚悟しろ。何すんだってね。さて、覚悟しろ。これで終わりだ。やっこいて。何すんだってめえ。何すんだってめえ。よっこいせ、よっこいせ。おりゃ、おりゃ。これはどうだ。よろずや銀茶だ。これで終わりにするぜ。何度希望を断ち切って、何度でも立ち上がれ。よっこいせ。同じだ。この手目は、この気高い魂、火の跡と同じ。いらん。全力でてめえをぶった切る。覚悟はいいな。これで指名だ。こいつでどうだ。こ
このわしに太陽などいらぬわ。貴様らがごときか細き火などわしは必ずかき消してくれる。その忌まわしき魂と体引き裂いてな。こんなんじゃ俺には勝てねえぜ。このままどんどん行くぞ。そんなこのわしが。先生よろしく。俺にしちゃ十分じゃねえの。おっしゃー、よっしゃー。さてやるか。たまげたね。吉原に日が昇ってやがる。沈んだのは八尾ってわけかい。さあね、負けた奴に興味はないよ、アブト。やっぱり宇宙は広いね。俺たちが最強を称するのはまだまだ早かった。まだ宇宙にはいたんだよ。俺たちとは全く別の形の強さを持った連中が、侍という宿に匹敵する力を持つ修羅。ワクワクするじゃないか。あの獲物は俺のものだよ。誰にも手出しはさせない。野王の支配から解放された吉原。しかし遊女たちは町を出ていかなかった。この町の遊女たちは皆分別も聞かぬ幼き頃に売られた者ばかり。自由の意味さえ知らぬ者もたくさんいる。そんな遊女たちを捨ておけないと日の輪が残ったんじゃ。私たちで新しい吉原を作っていこうと。私たちの子供に見せても恥ずかしくない立派な町を作ろうと。私たちの町はどっかの町とそっくりある。そうだな、俺たちの町と何にも変わらねえ。下品で凶暴で優しくて冷たくて、笑顔も涙もお天道様もある。ただの普通の町だ。素敵でしょ。さてやるか。